木下海藻一月根海藻は、千葉県北部の下佐大地を構成する、下佐総群稲草に含まれる、自然海藻。特に、印西式根の木下真ハ公園にある、海藻路頭は、国の天然記念物に指定されている。下佐総群は、約45万年前から約8万年前に、古東京湾海底に堆積した地層で、下佐地域の基盤層となっている。 このうちの木の下層と呼ばれる層には約十二万年前に海底に生息していた百種類以上の海類やウニ類が化石化して放眼された。印在式念にある海層路頭は長さ四十五メートル厚さ四点三メートルに及び貝化石が特に密集する部分とされる。厚生海類はイタボガキや梅浦島、バカガイ、北の吹き上げアサリなどウニではカシパンウニなどで 暖流系の旋回性貝類である。1965年に県の天然記念物となり、2002年に国の天然記念物に指定された。また、当地域に特徴的な地質学的資料として日本地質学会から県の石に選定されている。なお、木の下海層は天然記念物指定地以外にも広がっており、路頭が固く閉まっている場所では、 古くから石材として利用され、インバ栄町の龍角寺古墳群岩屋古墳の石室に使われているほか、現在では石道漁などに加工されている。ありがとうございます。